アゼルバイジャン共和国、通称アゼルバイジャンは、ユーラシア大陸のコーカサス地方、カスピ海西岸にある国家である。東ヨーロッパと西アジアの交差点に位置する。陸上で国境を接する国としては、北にロシア連邦、北西にジョージア、西にアルメニア、南にイランに囲まれている。アルメニアを挟んだ飛び地であるナヒチェバンも、イランと南と西で接し、 北西 10km にはトルコとの国境がある。カスピ海対岸にはカザフスタンとトルクメニスタンがある。アゼルバイジャン西部にあるアルメニアの飛び地、ナゴルノカラバフはアルメニア人勢力が統治しており、その周辺のアゼルバイジャン領を含めてアゼルバイジャンとアルメニア勢力が支配権をめぐり交渉してきた。アゼルバイジャンは単一の反大統領制共和国である。 6つの独立したトルコ系国家の一つであり、トゥルク評議会とトゥルクソイ共同体及びタークパの活発なメンバーである。ソ連崩壊に伴う独立回復後、182カ国と外交関係を樹立。国連欧州評議会非同盟運動 OSCE、NATO 平和のためのパートナーシッププログラムなど38の国際機関に加盟している。このか。 グアム、独立国家共同体、科学兵器禁止機関の創設メンバーの一つである。なお、アゼルバイジャンは、世界貿易機関のオブザーバー資格も持っている。その傍ら、同国は現時点において、発展途上国であり、人間開発指数は87位である。経済発展率と、識字率が高く、失業率も低い。しかし、 1993年から政権を握っている与党である新アゼルバイジャン党は権威主義的な統治体制と市民の自由、特に報道の自由と政治的打圧に対する制限を強化するなどアゼルバイジャンの人権記録を悪化させていると非難されてきた。同国は人口の約97%がイスラム教徒であるがアゼルバイジャンの憲法では公的な宗教は 宣言されておらず、少数であるがロシア正教会等のキリスト教徒や、山岳ユダヤ人コミュニティも存在し、信教の自由が保障されている。主要な政治勢力はすべて世俗主義である。1918年に、アゼルバイジャン民主共和国が独立を宣言し、初の世俗的な民主的イスラム教徒多数国家となった。1920年、 アゼルバイジャンソビエト社会主義共和国としてソビエト連邦に編入された。現代のアゼルバイジャン共和国はソ連が解散する直前の1991年8月30日に独立を宣言した。1991年9月、紛争地域であるナゴルノカラバフ地域のアルメニア人の大多数が脱退し、アルツァフ共和国が誕生した。 1994年のナゴルノカラバフ戦争の終結に伴い、この地域とその外側にある7つの隣接地域が事実上の独立を果たし事実上アルメニアの統治下に置かれたものの、これらの地域は国際的にアゼルバイジャンの一部として認められていた。2020年9月27日に勃発したアルメニアとのナゴルノカラバフ紛争では優位に戦いを進め、 11月10日より発行した停戦合意でアルメニアが30年間支配下に置いてきたアルツァフの領土の大部分を取り戻し事実上の勝利を収めた。正式名称はアゼルバイジャン語でアズベーコンリスプブレッカス z b j d n リスプブリックス。カタカナの大まかな発音はアゼルバイジャンレスプブリカス。日本語の表記はアゼルバイジャン共和国通称アゼルバイジャン。 英語表記では、リパブリック・オブ・オス・アーバイジョン。その語源は、アケメネス・アサ・ペルシアのメディア総督の、アトルパテスに由来する説と、ペルシャ語で火を意味する、アザールと土地を意味する単語に由来する説がある。現在のアゼルバイジャン共和国にあたる地域の、起源前後には、ウディ人の祖先と見られる、アルバニア人の国家が成立していた。歴史的には、イランの東アザルバイジャン州、 西アーザルバー・イジャン州と共にイラン高原を支配する政権の統治下にあることが多かった。もともとはイラン系の人々が住んでおり、南のイラン高原側と同じくゾロアスター教の配下団などの宗教施設が多数、混流されていた。7世紀にアラブの支配下に入った後も住民はゾロアスター教徒が多く、シーア派の信徒たちも含めてイスラム教への改修は、 緩やかだったようである。イスラム時代以降この地域は、バクーより北側の地域をシルバーン地方、バクー周辺をグシュタースフィー地方、アラス川北岸の内陸部をアンラーン地方、クラ川とアラス川が合流する低地一帯をムーガン地方と呼んでいた。11世紀から12世紀に建てられたバクー旧市街の 乙とののセルジュク朝の時代に、奥ズ・トュルク系遊牧民が進出して、トュルク化、イスラム化が進んだ。特に、モンゴル帝国の地方政権イルハン朝時代は、ムーガーン地方周辺が、南方のバグダードと並んで、イルハン朝を君した。また、イルハン朝滅亡後は、カラコユンル朝やジョチウルス系の諸政権の支配が、及ばなかった集団の出入りが激しく、これら、 トゥルクモンゴル系の遊牧勢力の浸透によって、これらの地域の住民のトゥルク化、イスラム化はさらに進展した。一時ティムール町の支配下にあったものの、イルハン町滅亡後はこれらの地域を統括できる、政治勢力は久しく現れなかった。17世紀にこの地方を拠点に、サファビー町が起こり、カスピ海南西岸地域一帯の多くのトゥルク面、 系の人々がシーア派へ回収した結果、アゼルバイジャン人と呼ばれる民族が形成されていった。アラス川以北の原アゼルバイジャン共和国領は、元来、イラン高原に属しウルミエ湖周辺のタブリーズやマラーゲを中心とするアーザルバイジャン地方とは別個の地域であって、アゼルバイジャンとは呼ばれていなかったが、南の東西アーザルバイジャン州との民族的、 共通性から次第にアゼルバイジャンという地名で呼ばれるようになった。アルダビール州からカスピ海沿岸部にかけてはタリ主人のタリシュ藩国が自治していた。1804年に始まった第一次、ロシア・ペルシア戦争の講和条約であるゴレスターン条約でアゼルバイジャンの大部分がロシア帝国領に編入された。1826年に始まった第二次、 ロシア・ペルシア戦争の講和条約であるトルコマンチャーイ条約でガージャール・アサ・ペルシアのアラス川北岸地域もロシア帝国に割上された。やがてロシアの統治下でアゼリー人の民族意識が高まった。1918年、この地域のアゼリー人民族主義者たちはロシア、革命後の混乱を塗ってアゼルバイジャン民主共和国を 打ち立てることに成功したが、イギリス軍によって占領され、これに反応した赤軍が爆雨に進行、ソビエト政権が成立した。1922年末、ザカフカース社会主義連邦ソビエト共和国の一部となり、同連邦の解体に伴い1936年より、アゼルバイジャンソビエト社会主義共和国として、直接にソビエト連邦を構成する共和国の一つになった。 1989年10月5日、共和国主権宣言。1991年2月5日、アゼルバイジャン共和国に国名変更。1991年8月30日、共和国独立宣言。1991年12月21日、独立国家共同体に参加。同年12月25日付で、ソ連邦は解体、消滅。 これによりアゼルバイジャンは晴れて独立国家となった。第四代大統領イルハム・アリエフ1993年以来、元アゼルバイジャン共産党書記長のヘーダル・アリエフが大統領として政権を掌握し、強権的な政治を引いてきた。2003年にアリエフは健康不安から引退を余儀なくされたが、長男のイルハム・アリエフが後継者に指名されて大統領選挙に勝利し、 権力の世襲以上が果たされた。大統領は直接選挙で選出され、任期は5年。政府閣僚は大統領が任命する。大統領付属機関として、アゼルバイジャン共和国大統領付属安全保障会議がある。立法府の名称は国民議会で一員制で任期5年、議席数は125議席。複数の政党が存在するが、事実上は、 イルハム・アリエフが党首である、新アゼルバイジャン党による、ヘゲモニー政党性である。イルハム・アリエフとマレーシアの首相マッハティール・ビン・モハマド、なお、脱ロシア志向のウクライナなどと1997年にグアムを結成し、創立時より参加を続けている。2016年、国民投票により、大統領の任期が5年から7年に延長されたほか、 大統領就任に必要な年齢制限を撤廃、副大統領職の新設などの制度改正が行われた。2017年、新設された副大統領職に、イルハム・アリエフ大統領の妻、メフリバン・アリエバが任命されている。陸軍、海軍、空軍の三軍がある。このほか国境警備隊や沿岸警備隊、国家警備隊を有する。海軍や、 沿岸警備隊はカスピ海に展開している。アゼルバイジャンの地方行政区画は59の県、県と同レベルの11市及び一つの自治共和国で構成される。アゼルバイジャンの地図地形図停戦後の境界。ナゴルノカラバフ共和国は2020年までアゼルバイジャンの領土の約9%を実効支配しており、休日州の領域を越えてアルメニアと境界を接していた。 最高峰バザルドユズ山カスピ海の西岸に位置し、北はロシア、南はイランに挟まれる。北緯38度から42度、東径44度から55度。南北 400km、東西 500km に及ぶ。地形上、カスピ海沿岸部と大航海サス山脈、中央平原に3区分できる。べての河川がカスピ海に注ぎ、最長は、 カーカワの1 5 1 5トルである。最高地点はバザルドユズ山である。南にアゼルバイジャンの飛び地である自治共和国、ナヒチバン自治共和国がある。領土内にアゼリー人居住地に囲まれているものの、アルメニア人人口の多いナゴルノカラバフ地方がある。ナゴルノカラバフ地方ではアルメニア人の人口が多く、 同地域のアルメニアへの帰属変更を掲げたことで、アゼルバイジャンと分裂状態となり、ソビエト解体から1994年に停戦合意をするまで紛争地域となっていた。停戦合意後も2014年に衝突が起き、不安定な状態を抱えていたが、2016年4月2日、ナゴルノカラバ富士地州でアゼルバイジャンとアルメニア軍による軍事衝突が発生している。 戦闘は翌3日も続き、双方で兵士が死亡している。この戦闘でアゼルバイジャンは初めて勝利し、八つの丘を含む200ヘクタールを奪還した。また2020年の紛争でもアゼルバイジャンは優位に戦いを進め、ナゴルノカラバフの内首都ステパナケルトとラチン回廊を除く大部分の領土がアゼルバイジャンに返還されることとなった。 国際通貨基金の統計によると2015年のアゼルバイジャンの国内総生産は540億ドルである。一人当たりの GDP は5739ドル。通貨マナトが対米ドルで急落しており、年を追うごとに数値は低くなっている。欧米の直接投資と原油行に伴う多額の収入が国内の経済を急速な勢いで成長させているが、一方で 激しいインフレと失業率に悩まされている。また、環境汚染も深刻である。国内の労働市場は、経済状況に比べれば、不安定で、イドップも多く抱える同国の国民生活は決して、経済成長率を反映しているとは受け取れない。世界銀行の Doing Business r 2019によると、アゼルバイジャンのビジネス環境ランキング順位は57から25に、 向上した。バク油田バク油田など豊富な天然資源があり、ソ連崩壊やアルメニアとの紛争で落ち込んだ経済を支えている。天然資源の存在は、第二次世界大戦やチェチェン問題とアゼルバイジャンの関係とも大きく関わっている。2006年には、アゼルバイジャンの首都バクジョージアの飛びりし、トルコの J 班を結ぶ BTC パイプラインが開通した。 同パイプラインは BP などの非欧米企業が出資、輸送能力に治療100万バレルの原油パイプラインである。これはロシアに対抗する欧州向け原油、輸出パイプラインとして期待され、カザフスタン原油の輸出も計画されている。カスピ海では、油田の他に天然ガス田も生産を始めている。2020年12月には、アゼルバイジャンからジョージア、トルコ、 ギリシャを経由して、イタリアへと天然ガスを送るアドリア海横断パイプラインが稼働した。アゼルバイジャンの国営資源企業ソカーのほか、ブリティッシュペトロリアムなどが出資しており、ブルガリアも供給を受ける。2007年時点のアゼルバイジャンの国土の約54.9%は農地となっている。シャダマウンテンリゾート1990年代のソ連崩壊とナゴルノカラバフ戦争によって、 観光産業とアゼルバイジャンの観光地としてのイメージが低下した。2000年代以降は政府が観光を重視しており、世界経済フォーラムのトラベルツーリズム、コントティベネスレポート2015によると、アゼルバイジャンは世界で84位につけている。また、世界旅行観光評議会の報告によると、アゼルバイジャンは2010年から2016年の間で、 観光客が最も伸びている上位10カ国のうちの一つとなり2017年の指標では旅行と観光の経済が最も急速に発展している国の中で第一位である。同国の交通機関は発展途上の段階にあるが関連システムの近代化に伴い刷新計画に力を入れている面が伺える。またシルクロードや南北輸送回廊などの主要な 国際交通動脈の交差点にあるアゼルバイジャンの地理的要因は国家経済にとって交通が戦略的に重要であることを示している。2010年時点で広域鉄道と電化鉄道がそれぞれ延べ 2918km と 1278km ある。アゼルバイジャンには35の空港と1のヘリポートがある。同国のフラッグキャリアは首都バ空にある 国際空港ヘイダルアリエフ国際空港を拠点ハブ空港とするアゼルバイジャン航空である。アゼルバイジャンの科学技術は主に地震に関するもので占められている。21世紀にはエルチンハリロフラの基本的な研究に触発された数多くの著名なアゼルバイジャンの地球力学とジオテクトニクスの科学者が同国の地震動の中心地の大部分を占める。 何百もの地震予知ステーションと耐震建物を設計した。泥火山の活動を監視することで地震予知を試みている。住民は民族的にはトュルク系のアゼルバイジャン人が人口の91.6%を占め圧倒的に多い。アゼリー人の外、レズギン人、ロシア人、アルメニア人、タート人、山岳ユダヤ人が居住している。また、 ソ連時代の名残から人名はロシア語風の性が多く見受けられる。国語はアゼルバイジャン語だが日常的にはロシア語も使用される。タート語、ユダヤタート語も使われる。宗教的にはアゼリー人を含めたムスリムが95%と圧倒的に優勢で、キリストノリマサ教会、ユダヤ教会、キリスト教アルメニア教会が少数派として存在する。 義務教育は9年間となっている。初等、中等教育は基本として公立学校が中心となっていることから無料とされている。現在、首都バクルとその地域の大学を含む61の高等教育機関が確認されており、特に大学においては38の国営大学と11の私立大学が混在する状態となっていることが報告されている。医療国内の治安は、 比較的平穏で、検挙率は約85%と高い数値を示しており、テロ事件は発生していない。しかし、アルメニアとの間で、ナゴルノカラバフをめぐる対立が続いているテミア2020年9月27日の軍事衝突勃発から、国内における治安はひどく、不安定なものへと変わっており、特にナゴルノカラバフ周辺やその域内では、同国軍と、 アルメニア武装勢力による小規模な衝突が散発的に発生しているとの報道がされている。特にアルメニアの国境付近では停戦合意違反による銃撃戦闘がしばしば発生している。現在、当地治安機関等が国内におけるテロの脅威が高まっているとして警戒情報を発出している。また、ナゴルノカラバフ地域には多数の地雷が埋設されていて、 非常に危険であるとされ、アルメニアとの国境地域も含め同地域には近づかない要規制がかけられている。同国の報道機関やメディアは国営企業と営利企業の両方によって運営されており、広告をはじめとしたその他の販売関連業の収入に依存しているのが現状である。言論の自由や思想における自由は同国憲法の 第47条によって保証されることとなっているが、国境なき記者団によれば、報道の自由指数で168位から180位に格付けされている。アゼルバイジャン料理の軽食アゼルバイジャンは、ワインの有名な産地であり、コーカサス有数の上質なワインで知られる。ロシア国内では、ジョージア産ワインはよく見かけるが、アゼルバイジャン産のワインを見つけることはあまりできない。しかし、 コストやクオリティなどを考えれば、ロシアで人気のジョージア産に劣らないだけではなく、フランスワインよりも一部の人々には好まれている。庶民が好んで飲む岩の負荷は低価格で飲みやすく、美味しいとされる。また、世界遺産に登録されている乙女の塔の名を取ったワインもある。 ゴブスタン国立保護区アゼルバイジャン国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が3件存在する。2000年に登録された城壁都市場空、シルバンシャー宮殿および乙女の塔、2007年に登録されたゴブスタンの祝いの文化的景観、2019年に第43回世界。 遺産委員会を誘致した際に登録された、シャキの歴史地区とハーンの宮殿になる。国家として、サッカーリーがエスパニョーラのアトレティコ・マドリードのスポンサーになるなど政府はスポーツを重視している。オリンピックのアゼルバイジャン選手団はレスリングで23個のメダルを取っているほか、1996年以来、オリンピックで7つの金、25の銀そして43の 銅メダルを獲得している。伝統的なスポーツであるレスリングは、アゼルバイジャンの国民スポーツとみなされている。また、他の旧ソ連諸国同様に柔道も盛んである。その他にも、アゼルバイジャンの伝統的なものとしてバックギャモン、ジョフガン、及び、ズールハーネがある。2010年代以降、アゼルバイジャン政府は、国際大会の誘致に熱心であり、2015年、 ヨーロッパ競技大会が開催され、2017年にイスラム連帯大会が行われた。アゼルバイジャンは世界でもチェスが盛んな国の一つとして知られており、ヨーロッパ大会での女性同メダリストも輩出している。2016年の第42回チェスオリンピアードは首都バクルで開催された。バレーボールは国内で人気のスポーツのうちの一つであり、2014年の セブ女子チャレンジカップでは優勝している。その他フットサルや体操に人気がある。1992年にプロサッカーとしてアゼルバイジャンプレミアリーグが創設されて以来、サッカーの人気が高まっている。同リーグは UEFA に加盟しており、カラバフ FK、ガバラ FK、ネフチバクーといったチームが UEFA チャンピオンズリーグと UEFA ヨーロッパリーグに繰り返し参加してきた。 2019年のヨーロッパリーグの決勝戦は、バクーオリンピックスタジアムでの開催、2021年の UEFA ユーロ2020のグループステージ、準々決勝の開催が誘致された。その他にも17歳未満の欧州選手権、FIFAU-17 女子ワールドカップ2012、2010年、欧州レスリング選手権、第25回欧州新体操選手権、 2018年世界柔道選手権などの国際スポーツ大会が続々と開催されている。モータースポーツにおいても2016年パクウシが1コースで会一ヨーロッパグランプリを開催。2017年からはアゼルバイジャングランプリと名称を変更して開催される。総合格闘技においてはアゼルバイジャン出身のトフィックムサエフが2019年の大晦日 日本の総合格闘技団体、理人で、ライト級、グランプリ王者県初代ライト級タイトル所持者となった。ありがとうございます。